茅や白らは、江戸時代の俳人。忌みなはよしはる。せり、通称は、五郎吉、別号は、作取、春秋庵、白尾坊、ロハシラしなど多数。父の祖母方のせいをとって、平田忠次郎と名乗ったこともある。与さぶそ大島良太などとともに、中高五血及び天命の六敗客の一人。しぎりつのあ主、信濃国枝藩の江戸詰藩士。 かや中米吉徹の次男として、江戸深川に生まれる。法暦末期に、総省の青賀門に入門し、社来と合し、1765年小路案、カラス名と、その死にあたる白い鳥を意に支持した。1767年初めて自藩を訪れ、1769年、おば捨てさんの長楽でらに、松尾芭蕉の区比を混流した。 1770年、面影衆、翌年、笠りなど目を観光する。1775年、鳥酔いの七回帰に、小路門を破門されると、江戸を去り、自身の門人を引き連れて、諸国を案略。1780年に江戸に本橋鉄砲町に、春秋安を開いて自立して、関東に一大勢力を築き、竹別町、倉田久津三らの門人を育成した。 1788年場所を100回菊会を催し、商風復古者として認知された。門人は4000人を数え、廃人として、なお知られた者だけでも200人以上いたという。品川の海安寺に墓がある。麦子だが繊細で情のこもった句が特徴で、再退せず、製品古墓だった生き様から、日東の力きを知れんと、称された。また、編著の、 徘徊寂しおりは、三宅嘘山、徘徊古戦や五昭安町務、正門徘徊語録に先がけた、平易な廃論として知られる、編著追前集。ありがとうございます。